秒前、4、3、2、1。チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。本日はですね、毎月恒例、月に一度の、旧国シンクタンクオンライン公開研究会の、ライブ配信で、ございます。まずですね、やはり、最初にいつもながらのお願いでございますが、どうぞ皆様、チャンネルクララにご登録をよろしくお願い申し上げたいと思います。最初にちょっと、まあ、ブレイキングニュース的なところで、シンクタンクの総称ですね、新しいものが、つい先ほど出来上がってまいりまして、和津由也先生のですね、翻訳監修でございまして、Leave Us Alone というですね、そういう、グローバルストの、減税の制定と言われて、減税と規制会話、アメリカ保守革命の経典という、こちらが、無事に出来上がってまいります。それまず、は、成果として報告を、したいというふうに思っています。まあ、この本自体は、物体としての成果でございます。私どもの活動の成果ということであれば、毎月の研究会ということもそうなんですけど、僕自身は、ちょっと途中からなんですけど、これも、どれぐらい？あ、まあ、今年だけで、10ヶ月で12回やらせていただきました。はい。保育は果たしたと、ね。まあ、ずっと毎月1回公開研究会やりますと言ってやっておりますので。はい。ということで、引き続き、皆様のご支援のほどよろしくお願い申し上げます。というわけで、本日は、ご参加いただきました、は、あちらからですね、江崎先生、それから渡先生、倉山所長、そして柿野先生、で、そして、まあ、司会は私、内藤が、担当するということでございます。で、本日のその、まあ、議題といいますか、論題といいますか、こちらは、日銀、アメリカ大統領選挙、皇位継承問題、というようなことについて、まあ、意見交換等々したわけでございますが、それではですね、早速、まずは、日銀の政策、それから、まあ、現在の状況について、これは、柿野先生の方から、お話しいただければというふうに思っております。まあ、この日銀の、まあ、金融政策決定会合が、18、19日に あるということで、まあ、どうするかということなんですけれども、日銀は、こういうことを何も、会合の前に発表しないはずで、発表してないはずなんですけれども、新聞や、メディアを見ると、もう利上げすると、まあ、マイナス金利解除へとか、あるいはなんか、具体的に、まあそのマイナス金利を解除した後、なんか量的緩和の親戚みたいなものをまた始めるという、まあそういったような、報道が出たりしているんですが、まあ客観的な、状況から言って、なんかマイナス金利解除とか、あるいはデフレ脱却宣言とか、なんかそういうような話っていうのが根拠があるのかということについて、まあ、まあ私の考えというのを、まあお伝えしたいと思うんですけれども、まあ、ここのところ、まあ、賃上げに関して、まあ、春闘の賃上げの、まあ、回答が、まあ、13日にあって、まあ、それは、まあ、予想以上に、まあ、いい数字が、まあ、一応出ているということは確かにそうなんですけれども、メディアが報道し、メディアというか、まあ、いろいろな方が言っているほどにはですね、現状を普通に考えるといい状況ではないし、マイナス金利の解除というのは、まあ、私は早すぎるし、まあ、日銀のこれまで、まあ、話してきたロジックから言うと、まあ、その、これまで話してきたロジックの通りに日銀が振る舞うかどうかというのはちょっと難しい問題なんですが、まあ、ちょっと早すぎるだろうというふうに、思います。まあ、その理由というのは、まあ、非常に単純で、まあ、そもそも、まあ、デフレ脱却の、まあ、デフレ脱却というのは、まあ、今デフレではもうない状態ですけども、またデフレに戻ったりしないっていう、まあ、そういう条件が整っているかどうかということですね。まあ、それを考えると、まあ、現在の、まあ、インフレというのは基本的にはコストプッシュで、始まった、世界的な資源価格の高騰で始まったインフレです。で、まあ、すでにインフレ率は 2% に下がってる、わけですね。まあ、しかも、まあ、その 2% という数字、まあ、前年同月比で 2% にすでに下がってますけども、まあ、その数字というのも、まあ、いろいろな特殊要因を、まあ、外国パック旅行費とか、まあ、たまにここでもお話をしていますけども、まあ、そういった、まあ、統計上の、まあ、特殊要因といったようなものを除いてみるとですね、まあ、すでに 2% 割ってるわけです。まあ、1.8% ぐらいの、状況、1.9% ちょっと、の状況にもうなっている。まあ、こういう状況で、まあ、金融引き締めをするっていうのは、まあ、ちょっと、普通に考えるとおかしいわけですね。要するに、まあ、2% をわざわざ割ってるところで、マイナス金利を解除するっていうのは、まあ、
統計上数字の上では割ってないですけども、まあ実情割ってるに等しい状況で、まあ、わざわざ金融引き締めの方向で政策を取るというのは、まあちょっと不可解ですし、まあ 10月から12月の、GDP は、第一次速報ではマイナスだったわけですが、第二次速報では、まあ、法人企業統計が良かったので、まあ、これちょっとプラスに転換しましたけども、マイナス 0.1% が、プラス 0.1% になっただけです。で、まあ、消費は極めて弱い、状況。まあ、消費について言えば、これはむしろ、マイナス 0.2 だったのは、マイナス 0.3 になって、悪くなってるわけですね。で、こう悪くなってる状況で、まあ、つまり、景気が良くなってない、いい数字が出てきてない状況で、引き締めをするっていうのは、まあ、ちょっと、考えにくい、ことですし、まあ、直近の現在の状況ですね。まあ、1月から2月にかけては、まあ、これは、まあ、まずそもそも地震があったんですね。震災があって、それから、まあ、自動車の、まあ、これは、まあ、検査不正問題があって、出荷が止まったといったような、そういった影響があって、まあ、1月から3月の、GDP は間違いなくマイナス成長です。で、こういう経済成長がマイナスの状況で、金融引き締めをするっていうのは、まあ、普通に考えたらおかしいわけですね。で、まあ、マイナス金利を解除しても、低い水準で、とどめるんだ。その金利を急激に上げてたりしないんだというふうに日銀が言ってるわけですが、そもそも景気があまり良くない状況で、物価も安定している状況で金利を上げるっていう行動をあえて取るっていうことは、これは市場に対して非常にネガティブなメッセージに当然なります。ですから、まあそういう政策をあえてやるべきじゃないっていうのは、これは、まあ、確実に言えることだと思いますし、まあ日銀自身はやるとは言ってないわけです。で、やらないことを期待したい。やったらダメですよというのは、まあ、私の考えです。で、今、視聴者の方からご質問入りまして、なぜに日本の経済メディアは金融政策決定会合の直前にもかかわらず、金融政策についての感想記事が多いのかという。ですね。そもそもですね、日銀からリークしてますとは言ってないわけですね。で、まあその、フライングでほとんど、日銀は言ってないのに、まあ 2% の条件整うとか、まあ、記者の憶測と、日銀の発表を混ぜてるような、そういう記事が結構あるわけですね。で、まあ、情報源っていうのはおそらく、日銀の OB じゃないのかなというのが、まあ、私自身が思ってるところです。まあ、もし日銀のその、例えば企画局とかそういうところからこういう情報が漏れてるんだとしたら、これは重大ですし、まあ、その、まあ、その、日銀が新しく検討する金融緩和のなんか政策がこうとかいうのが、本当に実際にそうだったとしたら、これは、明らかに国会で追及されるべき、事案ですけども、どうもメディアとしては、利上げしたい人が多くて、で、利上げするよねと言って、まあ話を盛り上げてるという、まあ単純に、そうですね。まさに銀行が上げたいから、それです。ただ、銀行だって、急に上がると困るわけですね。多くの銀行は困るわけです。どうしてかというと、国債持ってますから、その国債が下がるわけです。評価は。当然、金利が上がったら。で、まあ、住宅ローンの金利とかも上がってくると、これは、まあ、銀行にとって、むしろ、まずい状況になる可能性、十分あるわけですね。だから、常識的に考えたら、これはやっちゃいけない、ということなんですけども、どうも、まあメディアとしてはいい記事が書ければ何でもいいんだなというところで、いい記事というか、要するに人が注目する記事ですね。本当にいい記事というよりは。まあそういうことで、おそらく、まあこういう報道してるんだろうと思いますけども、まあ仮に、本当にこれが、例えば日銀の中がリークがあったとしたら、まあこれは、当然追及するべき。内藤先生、はい、いいですか、なんかね、寝たらダメとか、寝るのかとか、ね、なんだこの誹謗中傷はとか、初めに聞いてたら、この仕打ちかよとね、なんてやつらだとね、いうふうに言いたいなさ、赤城先生の真似して、浮かない顔してようかなとか、ね、まあ、それはさて、いや、今日の研究会の話もでお伝えした方がいいと思うのは、赤城先生、毎週、中国シンクタンクのお送りしてる、会にお送りしてるニュースで、株価とエンドルソーも必ず分析していただいてるじゃないですか。そう、こういうリー
ックで即座反応してますよ。ええー、もうすごい、すごい反応が、はい、はっきりしてる。でも本当ね、旧国新クラブの会員になってニュースね、撮ってると必ず週1回、メルマガでニュースの話が出てくるので、柿野先生が、その週の株価の変動とエンドル相場の変動、それだけでも便利なんですけど、柿野先生の解説付きですので、そういった経済の流れがわかるので、ぜひね、会員になっていただきたい方が増えてほしいなと思って、混ぜ込みました。はい、私は別にね、コメントに怒り、憤ってね、乱入したんじゃないですけど、はい。まあ、小泉先生のね、分析は、なかなか定義のあるところで、皆さんも引き続き、ご覧いただければと思うんですけれども、いかがでしょう、他の小先生だと何か、補足的なコメント、ご意見とかあれば。うん、岸田さんは国会でまだデフレから脱却してないって言ってるんじゃないですかね、うん、答弁で。だったら子ども子育て支援金の増税をやめろよと、うん、要は増税しながらデフレから脱却しないって意味わかんないんですよね、言ってることが、うん、ということで政権担当能力大丈夫なのかと、いうのは別に裏金とかの話じゃなくって、経済政策はそもそもダメなんじゃないっていう、その、うん、なんでこれデフレから脱却するためにこの政策やってるわけでしょ、でまだ脱却してないのに増税の話してるでしょって話で、何を言ってるのかなこの政権はっていうのは、まあ、正直、思いますね。はい、すいません、ちょっと補足コメントというかって感じですけど、まあ、私もまったくこれは本当にその通りだと思っていて、消費がすごい弱いわけですね。消費が弱いところで、そこで、名前は税ではないかもしれませんけども、事実上増税する話をしてるわけですよね。これは逆だろうというのは、本当にそう思います。今、やるべきことは、まさに、今やってることというか、やろうとしてることと反対のことをしなきゃいけないわけです。うん、まあ、金融と財政と、だから両方で、まあもう一回デフレに絶対戻らないという状況を作らなきゃいけないわけですよ。それと反対のことをやってるという、うん。賃上げはするんだけど、それほど消費が強くない状況の中では、全体の所得まで上げるというところまではいかないというのが今の、まあ、大手の企業の企業行動だということは、やっぱり頭に入れて、やっぱ経済見ておかないといけないかなって思いますよね。3番目に予定しておりました皇位継承問題についてですね、うん、まあ、これは旧国シンクタンクでもご案内の通り、安定的な皇位継承問題に関してですね、いろいろ議論しているわけでありますが、今週は立憲民主党、それから無所属有志の会が党としての意見を取りまとめましたと。ということで、立憲民主党はその女性宮家についての論点整理をしたなどと報じられておりますので、このことを踏まえましてですね、倉間先生の方から、ご報告をちょっといただければというふうに思います。はい。ちなみに聞こえますか？お返事すぐいただけるとありがたいです。出るかな？しばらく柿野さんとクララ所長でお楽しみくださいませってことなので、柿野先生、気の利いたコメントを聞こえます。そう言われて、ね。今日の会議でもね、一度でいいからね、私の専門じゃないんでって言ってみたいと、議事録に残せと言って残させたらね、私が言いますけど。あ、大丈夫ですね。ですね。はい。じゃあ、私が真面目に、ここからは真面目にやりたいと思うんですけれども、皇位継承問題とは何かというと、次世代の男性皇族が悠仁殿下しかおられない。なくて、今のままの法制度であるならば、愛子殿下と佳子殿下はご結婚によって皇室を出ていかなければならないんですね。となると悠仁殿下が即位された時に、その時点でお子様がいなければ皇族が一人もいなくなる、天皇は皇族ではありません。じゃあこの状況で神武天皇の伝説以来続いてきた日本の歴史と伝統を続けるべきなのか、続けなくていいのかということが問題になっているわけですね。まあ、やめていいのかっていう問題になっているわけですね、うん、でそこで菅内閣が始めて、岸田内閣が取りまとめた政府の有識者会議の報告書では、女性が結婚後も皇室に残れるようにするという、まあ、基本的にはこれは女性宮家をやるという話です。もう一つ、いわゆる旧皇族の男系男子孫の方々に皇籍取得いただく
という、まあ、GSQ によって皇族の身分を剥奪された方々の子孫に皇族になっていただき、つまり悠仁殿下が即位された時に子供がいなければ皇族が一人もいなくなる事態を避けるために今から何かをしなければならないという話が政府の方で出ておりまして、で今両院議長の方にその政府の意見書が提出されて、で全会派が意見書を出すことになっているわけなんですね。で2年前に日本維新の会が意見書を出してから去年1年まるで止まっていたんですけれども、今年になって NHK 党さんが意見書を出して、これ非常に立派なもので私も相談に預かりました。まあ維新の会さんの時も講師と勉強会講師として呼ばれたんですけれど、で、日本維新の会さん NHK 党さんに続き、先週の火曜日に無所属の有志の会さんが意見書を出しまして、これも私の提言に伺わせていただきまして、まあ、非常に立派なものが、できました。で、まあ、問題は立憲民主党という政党は自民党より左右に幅が広い政党ですね。いろんな方がいるんですけれども、問題は安保法制の時みたいに野党第一党が与党に真っ向から反対して、他の問題ならともかく皇室の問題でこれ男系か女系かで国を挙げた喧嘩するとそれ自体が皇室に類を及ぼすわけなんですね。で立憲民主党さん野党第一党なので、これが仮に党の方針が女系と天皇容認推進というふうになった時に、旧民主党政権が政権取っていきなり外国人参政権をやろうとしたみたいなことになったら目も当てられない、日本の歴史を終わらせてしまうというぐらい重大な問題なので、旧国シンクタンクとしては主要政党の合意の下で静粛な中で議論をしましょうということで話を進めてきたんですが、まあ維新 NHK 党有志の会と、まあ、立派な意見書を提出していただき、国民民主党さんも準備ができているということですので、で問題の立憲民主党の尊王派の方々に意見を求められまして、結論といたしましては立憲の中ではこういう意見があるよと、完全な両論併記の意見書のような文書、まあ、論点整理という文書名なので意見書なのかどうなのか私に判別つかないんですが、とにもかくにも立憲民主党がおかしなことを主張するということはなかったわけですね。特に旧国シンクタンクでは公式の文書に基づいて、議論を提示するということを重視しているんですけれども、立憲民主党さん の公開した文書によると、こういう視点で議論しましょうという中でですね、対位特例法に対する付帯決議の要請の遵守、国会で決まったことだからやりましょう、非憲法適合性の検討、まあ、皇室は日本国憲法の中でも共存してきたので、まあ、調和するということは、まあ、それは当然のことです。で3、立法府としての責務、決まったことなので国会議員としてやりましょうに加えて、歴史と伝統の尊重という文章が入りまして、天皇皇室は我が国古来から紡がれてきた固有の存在であって、先人の知恵と労苦により皇位が継承されてきた事実がある、よってその制度を議論するにあたっては長い伝統と歴史伝統を尊重することが求められるという、これが立憲民主党の中で意見があったということが残っております。完全な両論併記ではあるんですけれども、女系には舵を切らなかったし、まあ、そういう議論があったということを党として文書で残し、で、まあ、全政党の意見書に主要政党の全ての意見書の先例に基づいて議論するという先例という言葉があれが良かったんですが、まあ、内容としては似たような文書が入っておりますので、有志の解散の意見書と立憲民主党さんの意見書は、まあ、今週の旧国シンクタンクのメルマガのニュースの配信でリンクをつけて、解説もつけてお送りいたしますので、まあ、ぜひ理解を深めていただきというふうに、まあ、あとは与党である自民党さんが出せば本当に、まあ、公明党さんも3月中にまとめるとあと2週間ですねということですので、実は本当は私安倍内閣の時の盛りかけに触れている人って聞いたことないと思いますし、今も自民党のスキャンダルについて触れているのは聞いたことがないと思うんですよ。そんなことよりも今皇位継承というものすごい重要な話をやっておりますので、前政党、まあ、今これからは自民党さんが一番大事になりますので、日本の重要な政策に関して提言普及実現を今後も続けていきたいなと思っております。というわけで、そこで今のその倉間先生のお話についてですね、江崎先生の方からやはりコメント
あるいは補足のようなものがあれば、お願いしたいと思うんですが、いかがでしょう。まあ、そうですね、まあ、本当、倉山先生がおっしゃった通り、やっぱり皇室のことについては、まあ、党利党略では議論しない、で党利党略で議論しないっていうことは、それは何かというと、やっぱり皇室の先例伝統を踏まえていく、まあ、そこに敬意を表した形で皇室のことについては、ね、この考えていくという基本的な対応をですね、やっぱり今のところ、まあ、倉山先生たちのまあご尽力のおかげで、野党の側もそういうスタンスでこの問題について取り組んでくれているというところが一番大きいところだと思うんですね。で、まあ、まあ立憲の、まあ、僕も報告書も、まあ、報告書とか論点整理も見ましたけども、ね、なんかいや言葉だけ見るとね、なんでこんな言葉入れてんだよみたいな批判というのがあろうかと思いますが、まあ何度も言いますけども、よくあそこで踏みとどまったねどれだけの努力かと、もう本当にね、これ別のチャンネルクララの番組でも言ったんですけど、よくぞここまで毒を封じ込めたなと、よく踏みとどまって、うん、来てくれたよねっていうところの話で、いや、まあもちろんね、あるべき姿から言えば、もう男系男子でね、皇族復帰で行くべきで、それ以外のことを認めるなんてふざけるなっていうことなんだろうけど、やっぱり政治というのは、ね、やっぱり現実の中で、やっぱりより良いものを求めていくっていう側面もあるわけで、まあ、そこにおいてやっぱりこの何て言うか、まあいわゆる救国シンクタンクというのは、まあいわゆるジャーナリストとか評論家の集団ではなくて、やっぱり実際に政治に対して責任を取りながら、やっぱりこの現実の政治の中で道を見出していくということなので、まあそういう意味では本当に、まあ、倉山先生のご尽力っていうのは大きかったなというふうに思います。まあ、私はあくまで助言者ですけど、はいはい、本当もう政治生命をかけて頑張ってくださった議員さんもいらっしゃいますので。はい、ねえ、いや、もう僕も立憲の先生方何人か存じ上げてますけど、よくまあ踏みとどまったというか、党内の主流派に立ち向かってくださった。うんうん、いや、ね、外でか、ね、異性のいいこと言うのは誰でもできるんだけど、中でね、支持母体から突き上げ食らってもね、やっぱり皇室の伝統というものはきちんと、ね、敬意を表すべきだって言い続ける野党の立場で、これは大変なことなので、いや本当に大変なことなので、よくね、踏ん張っていただいたというふうに思っている次第です。まあ、このだから状況を踏まえて、自民党公明党さんもね、党利党略でこの問題扱わないと思うんですけど、うん、公明党さんの動きはウォッチングしてるんですが、うんうん、はい、まあ、北川和夫さんが取りまとめ役で、うん、北川さん個人の発信見てると、うん、菅岸田内閣の時の案でいくというように見えます、ね。うん、まあ、最終的にわからないですけど、うん、で、あとはね、自民党さんが本当に変なことをしないでもらいたいっていう、うん、いや、江田先生、立憲の中で女系の議論を抑え込むのと自民党で女系の議論を抑え込むのどっちが難しいかという、うん、いやだから問題はそこですよ、うん、今なんかもう自民党はポピュリズムじゃないけど、なんていうのかな、こう本当になんかもう朝日新聞や毎日新聞やとかそういうメディアがわーって言うと、それに応じて官邸がフラ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 してるので、うん、定見なくですよ。だから一番やっぱりそこが怖いなって気がいたしますね、見てると。まあ、ですからね、本当に党利党略にね、うん、陥らずにというふうなことはこれ大変なことなわけですが、ただそういう志を持ってやっておられる方が、はい、まあ、少なからずいると。もちろん全員ではないにしても、その事実はやはりこれは踏まえた上で言わないと、で全部が全部一緒くたにして、だから立憲はといっても、立憲にも立派な人はいるし、自民にもダメな人もいるというか、ごく当たり前のことですよね。はい、内藤先生、コメント欄に合わせて言うと、財務省の中で減税言うぐらい大変ですよ。まあそういうことですよね。
鍵の先生ただね、オールドメディア仕方でいいでしょうって言うんですけど、しかしまあそうは言ってもまだ影響力があることはあの事実なんで、それはやっぱりあのこちらの側でそうではないというふうにやはりあの提言をしていかざるを得ないいくのが我々の仕事ではないか。いや実際に選挙があるわけで、そうなんですよね。そんな簡単な話じゃなくて、身分を失ってもいいって政治家が言うって大変なことですか。まあ、今回そこまで言ってくださった方もいるので、うん、本当もうどうな自分はどうなってもいいから皇室守るって必死の思いで気迫で言ったら、やっぱりあのジェンダー平等だから女系みたいなこと言えなくなるわけですよ、うんうん、でそれ大きいですよね。だから逆に言うとそのジェンダー平等だからという人はおそらくあまり関心もないし、関心がないから当然知識もないし、割といい加減になんとなくムードで言ってるという人にはね、やっぱりそういう本気の人がぶつかればそれはあのひっくり返せるという一つのまあいい例ではないかというふうに思います。アメリカ大統領選挙についてですね、あのそれでは渡先生、あのこの総書が出たばかりというところで、あのこれとは特に関係ないかもしれないですけど、はい、ただ一応あの宣伝はぶっ込むというところで、はい、この総書が出たばかりの渡先生にですね、あの、まあ、あのバイデン、トランプ の, あの党の公示名が確定したということでありまして、またあの先日7日にはあのバイデンがあの一般教書演説を行ったと。でその後、まあ、選挙キャンペーンの色彩が濃いという、まあ、演説の内容だったわけでございますが、まあ、これにつきましてですね、あの渡先生からまたあのコメントいただければというふうに思っております。まあね、大統領候補者決まるっていうのは、まあ、そりゃそうだよねっていう話なので、副大統領候補者が、まあ、重要だというような状況を共和党にとってはですよ。で、その副大統領候補者次第によってはまだ選挙は分からんと、なぜならバイデンの方が資金力があるからという、まあ、状況です。まあ、今日やればね、トランプは勝つと思いますけれども、まあ、その副大統領候補者が重要だってことなんですよ、共和党側のね。でそれによっては今すぐ選挙やればトランプ勝ちだけど、まだ分かんない、ということで、民主党の方は大統領がバイデン、っていうことは一応決まったんですけど、まだ、しかし圧倒的な支持を得たバイデンが後継者指名をするっていうプロセスに入ることもできるようになったんですね。ということで共和党の方は7月に党大会があって、民主党の方は8月に党大会があるんですけど、まあ、そこまでに、共和党は誰を副大統領候補者に連れてくるのか、まあ、6月くらいには決まるかなと思いますけど、で、民主党の方はじゃあ主君押し込みみたいな感じでバイデンが押し込められるのかっていうことなんですね。でこれあの一応ですね、バイデンを支えていたクライバーンっていう下院議員 の, あのアフリカ系の人がいたんですけど、この人は、まあ、大黒柱だったんですけど、この人謎の、2月にですね幹部を退くっていう事態が発生してたりするので、まだまだあの見どころはありますよねというのが、まあ、今のアメリカ大統領選の、状況かなっていうところですかね。であとバイデンの一般教書演説ですけども、まあ、なんか国内では評価高かった、国内って日本国内のね、メディアでは評価高かったみたいですけど、まあ、はっきり言ってクソ左翼のどうでもいい演説だなと思って、中身がその要は選挙用ですよ、完全に選挙モードで、まあ、ひたすらあのトランプをバッシングするっていう、内容だったわけですね。まあ、これこそアメリカの分断だよって、分断の象徴みたいな演説だったわけですけれども、まあ、できもしないような、ね、こととか、まあ、いろんな、ね、利益団体左翼の人たちに、おもねった内容っていうか、これでもかっていうぐらい並べられてる一般教書演説で、まあ選挙だよねみたいな、そういう雰囲気ですかね。はい、です、はいまあ、というわけなんですが、江崎先生いかがでしょう。聞こえますかね、大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。まあ、多分トランプにな、まあね、共和党トランプになっていくんですが、大事なのはですね、まあ、もちろん、まあ、トランプになるか、まあ、バイデンになるか、誰が大統領になるかっていう問題も大きいんですが、指導者の、ね、性格も大きいんですけど、その背後にある政治哲学って問題があるんですね。やっぱり誰になったってやっぱり共和党系民主党系それぞれの政治哲学があって、その政治哲学に関してやっぱまあ、ね、今回まあ渡先生が紹介したこのノーキストのリーバースアローンですね、ほっといてくれっていうやつですが、こういう議論を日本のメディアは本当に紹介してこなかったんですよ。紹介してこなかったんですね。
で悪くするとアメリカの共和党系っていうのはディープステートとかですね、なんかそういうなんかキューアノンの人たちのことが全部だみたいな言い方をして、その背後にある減税規制改革も含めた本当にね、財産権を守るための政治運動っていうのが、まあ、共和党保守系にあるわけですが、その議論をやっぱりちゃんと見ていかないといけない。なんでそれを言うのかっていうと、バイデン大統領のですね、演説について、まあ、僕の知り合い何人かに聞いたら、バイデン大統領は非常にね、声が張っていて、ね、この非常にね、年齢を感じさせない迫力があったとかねそういう中身、政治哲学や政策じゃなくてこのキャラの話だけやってるわけですよ。でそれなんでそうなってるかというと、アメリカの政治哲学について国民の日本側がほとんど理解がないからですよね。これは言論人の責任でもあるわけですよ。まあ、マスコミだけじゃなくて、マスコミはだって、ね、取材しかしないよくて、アカデミズムの世界知らないわけだから、やっぱりアカデミズムの世界をちゃんと理解するためには減税規制改革を経たアメリカの政治哲学についてきちんと理解をする。で同盟国アメリカがどういう方向で行くのかっていうところをちゃんと見るっていうような観点で、まあ、記憶シンクタンクとしてはやっているので、まあ、ぜひともですね、まあ、これ、これは総書だから会員には渡すんでしたっけ、はい、会員の皆さんには原則やはり買っていただきます。あ、買っていただくわけですね、はい、クラファン的なあれで、そうか、クラファンなので、はい、じゃあすいませんけども、旧国シンクタンクおよびこのクララ見ていただいてる皆さんですね、これぜひとも買ってほしいんです。で買って読んでもらいたいんです。やっぱりアメリカのね、ね、なんかまあバイデンだトランプだっていう話もそうだけど、その背後の政治哲学というものがどういうものなのかっていうことをやっぱり理解していくっていうことが本当に大事だと思っているので、まあそういう意味では時期を得た本が今回出たので、クラファンをしてくださったというか資金を出してくれた翻訳料ですね、方々に対しては本当に心から感謝するとともに、これぜひとも読んでもらえるとありがたいなと思っている次第です。はい、この本っていう意味では、実はこの本10年以上前に出た本なんですね、10年以上前に出た本なんだけれども、タイムスリップっていうか、日本はそのアメリカの10年後のことが起きるっていう話が結構あるじゃないですか。で、ちょうどだから今この本読むと、日本で起きてる問題も あるあるだよねみたいな話っていうのが結構出てくるわけですよ。だから今ね、ネット上だと結構ね、左派系の弁護士の人とか元気じゃないですか、日本で。でもそれはもう10年前にとっくにアメリカでは問題になっていて、むしろそれがアメリカの民主党の主要な支持基盤のうちの一つで、っていうか他のやつよりそれが問題なんだっていうようなことはこの本の中にちゃんと書いてあるので、今の日本の内容を、日本の政治の状況とかっていうものを考えていく上でも、まあ、結構役に立つかなと思ってます、この本に関していくと。はい、うん、本当にね、このリーブアスアローンって、まあ、直訳すると、まあ、放っておいてくれと、まあ、構うなという、まあ、放っておいてくれということなんですが、この件に関しましては、本当に日本国内でもですね、最近まあ、主義主張や健康とかそういうことは別にして、例えば酒はですね、缶酎ハイ一缶までとかですね、なんか非常に余計な個人の生活ライフスタイル、もちろん医師がね、これが適量というのはそれは医者としての役割だと思いますが、個人のライフスタイルにその政府が干渉してくるというふうなのが非常にやっぱり強くなってきたと。でそれをやっぱり求めるということが、やはり結果的に我々の活力を削いでいくんだというふうな、そういったことがですね、なかなか日本では共感されにくい。お酒飲みすぎは良くないじゃないかということですぐ、すり替えられちゃうんですが、しかしもともとやはりそうですか、やはりですね、この、聞こえますかね、ダメでしょうか、声ちっちゃい、聞こえなくなった、今日なんかマイクが、あれみたいですけど、聞こえました、ですね、今申し上げていたのは、やはりこの、
本ですね、あのリーバースアローンということで、あのこれがあのやはり日本の方に読んでいただきたいというふうなことで、あの買っていただければもちろん結構ですし、あるいは図書館なんかにもですねリクエストカードぜひ出していただければと思うんですが、あの要はほっといてくれというのが、あのなんか捨て鉢な言葉のようにどうしても日本だと取られがちなんですけれども、あのほっておいてくれないと、あの例えば最近でもあの例えば酒は缶チューハイ一本までみたいな、そういった議論が政府の側から出てくるわけですね。でこれもちろん健康ということですから、お医者さんが言うのはそれはお医者さんの仕事ですからまあいいでしょう。でもそれは個人のライフスタイルなものですから、それをその政府がとやかく言うことはこれ余計なお世話だということを我々言わなきゃいけない。そのためには我々一人一人が自立しなければいけないというふうなことにつながってくるわけでありまして、それはやはりアメリカのその共和党、特にそのノーキストさんなんかの減税派の人たちはどういうふうに戦ってきたのか、あれどういうふうに考えているのかということが、ちょっとあの分厚い本なので、あのまあなかなか時間かかるとは思いますが、あのまあパラパラとでもですね、ご興味あるところだけでも読んでいただくだけで随分あの目が開かれる、網が開かれる。先ほどあの中断の前にはですね、渡先生からアメリカ大統領選挙について、バイデン・トランプの候補指名がまあ一応確定をしたというふうなことを踏まえてのお話をしていただいたんですが、まあ、ちょっとあのではあのまあ要約というふうな形で、まあ、おさらいを兼ねて、まあ、所長として、あの渡先生、渡先生アメリカ大統領選挙の専門家でもあり、そうですね、まあ、2回前の選挙から適切な、ええ、あのご意見言論を発信されてた方なので、そのお二人から学ばせて、今日も学ばせていただいたことをまとめて知見を私なりの理解しているところをお伝えするという感じで、はい、ですね、あの、まあ、あのバイデン、民主党の候補者がバイデンだった、共和党の候補者がトランプになった、で今日やったらトランプが勝つような勢いである。でもあの政治の世界って予想してもしょうがなくて、予想不能な出来事だって起きるわけなので、あの一寸先の意味で何が起きるかわからない。で、まあ、私これは私いつも言ってることなんですけれども、どうなるかよりもどうするかであって、で、まあ、両先生であるとか、あの何人かフォーラムに向けてゲスト あの情勢分析研究会の講師の先生のお話聞いてても、まあ、アメリカの分断というものはさすがにここまでなのかと思うだけあって、まあ、トランプになる、バイデンになるでかなり変わっていて、例えばあの日本で LGBT 法案やりましたけれども、中日大使に言われてやったけれども共和党大使になってこれまた逆の方でやるのかというぐらい、もう振り回されるぐらいあの分断はすごいんだけれども、ただアメリカ政治全体のことでいうと、トランプが来ようがバイデンが来ようが今日は民主誰が来ようが、アメリカの対日政策ってそんな変わるかな、むしろ日本がやること変わるかなと考えると、景気をさっさと回復してあの防衛力ちゃんとつける、まあ、その路線がちゃんとあの走り出しているんで、まあ、これはちゃんとやらなければいけないというのが江崎先生の防衛分析プロジェクトであるわけなんですけれども、つまりあの日本は要するにもう一回大国になる気があるかどうかということなんですよね。まあ、あの中国シンクタンクで国内だけではなくて国際ニュースもちゃんと内藤先生にあの専門家としてあの分析していただいている理由というのは、やはり世界の中の日本である、日本一国だけで日本のことは決められないわけであって、じゃあ後で柿野先生のお話になると思うんですけれども、結局経済力をつけて大国に戻る、それはアメリカの側からやってって言ってくれているという、非常にある意味で油断はしちゃいけないけれども有利な位置になってるわけなんですよね。そういった時に一つの政治哲学として自由主義、あのすぐ減税規制緩和っていうとお前は保守じゃないみたいに言われるんだけれども、アメリカの保守の中にこういうふうに減税と規制緩和を言ってる人がいるということで、まあ、私先生が、まあ、翻訳監修されてこうあの出版の運びになったわけなんですけれども、結局やることは決まっていて、経済を強くして軍事力も強くして、でそれをやれる政治的意思を持つ強く賢い国になるっていうことで、柿野先生には経済の面でお願いしてるんですけどね。まあまあ今のちょっと文脈ね、あすな話をちょっと、言いますと、あのまあ中国との、まあそう、まあ、アメリカの緊張が高まっているという、まあ、こういう状況というのは、これは、まあ、ある意味、まあ、どっちが政権を取ってもそんなにある意味大きく変わらないわけですね。で、すいません。まあ、それで、まあ、基本的に、まあ、日本に対して、まああのたまあ、例えば半導体のそういうものであったりとか、まあ、そういう、まあ、工場も移ってきていると。いうところがあるわけですね。
まあ、こういう、まあ、ある意味、ですから、まあ、最近日経平均株価が、まあ、調子がいいのも、まあ、その影響も一部あるわけですけども、まあ、ある意味非常に追い風が吹いている状況で、まあ、そこで例えば日本の、まあまあ、日本でビジネスをやるのが非常に難しいとか不透明でわけのわかんない規制があるとか、まあ、それから、まあその、せっかく デフレから脱却しましたよというふうな、ところまで、来そうなのにまたなんか元に戻ってしまうような変な政策をやってしまうとか、だんだん税金が上がっていくとかそういうことになっては、まあ、どっちにせようまくいかなくなってしまうわけですね。で、まあ、防衛産業になんかすごい、いっぱいやればいいんだみたいな、ことを言う方もいるわけですが、まあ、そもそも経済がこけていたら、まあ、そこに避ける余裕というのは なくなってくるわけですね。まあ、ですから、まあ、日本がいずれにせよ、まあ、そういう経済的に、まあ、まあ、復活してないことには、まあ、他の、まあ、国際貢献をしようとかそういうことであっても、まあ、できないし、まあ、そもそもそういう身の丈を超えたことは不可能なわけですね。まあ、ですから、まあ、今の、まあ、この経済状況に、まあ、適切な政策っていうのは、先ほど言いましたけども、まあ、そのインフレ率は落ち着いてきていて、まあ、下手をするとこのまま下がっていっていきそうだと。で、景気も今のところあんまり良くないと。で、消費には、もう一押し必要ですよねというところで必要な政策というのはおのずから、まあ、これは決まってくる、わけです。はい。まあまあここくるぐらい、はい、すみません、ちょっとモニターがないので、分からないところがあったんですが、ですから、まあ、大統領選挙があろうがなかろうが日本はやらなければいけないことはいっぱいあるわけで、特にまあ、国防安全保障というふうなことにつきましてはこれはもうやらなければならない課題いっぱいあるわけです。特に保守系の方、まあ、耳の痛い話かもしれませんが、保守系の方は例えば憲法9条改正すればそれで全てがうまくいくというようなことをおっしゃる方、時々そう思っておられるような節がある方がいるわけですが、しかし、まあ、それが有効に機能するためには本当にその行政というのは非常にものすごい事務と法律の積み重ねですので、それ一つずつどうするのかということを詰めていかなきゃいけない。で、倉間先生がよくどうなるかよりもどうするかというふうにおっしゃるんですが、どうも話を伺っていると、いろんな人の話を伺っていると、まずそもそもそれ以前に私はどうしたいのかという意思の問題が非常にその薄弱なところが多いんではないのか。だからそこでどうしたいかというふうなことですね。つまりどうしたいかというときに、多くの方がしばしば悲憤口外してですね、誰々が悪いとか何がけしからんと言って気持ちよくなりたいのかと、でも日本を強い国にしたいのかと、それで対応全然違ってくるわけでございまして、例えば先ほどの皇室の問題につきましても、立憲民主の方がですね、党の中で自分はこんなこと言ったらクビになるかもしれないけども、それでもこれは反対、皇室の先例なり伝統なりというものは守らなければいけないという発言をされたというふうなところでですね、やっぱりそういうところにそれだけの意思の持たない限り、これは意思を持って初めてじゃあその意思を実現するためにどうするかというのが出てくるというのは非常に考えさせられる出来事だったと思います。で、トランプがまあなる、バイデンがなる、どちらにしましても東アジア情勢が緊張している以上、我々は我々のやることをしっかりやるんだということで、必ずしもその一喜一憂する油断するとか無視するとかそういうことではなくて、ということではなくてですね、粛々とやっていくことが大事ではないかということを改めて、皇室のこともそうですが、先ほど柿野先生も国が豊かにならなければ、そもそも豊かにならなければ強くならないと、これは私常々申し上げている通り、国が貧しくして軍備だけ拡大すればそれは北朝鮮になるわけでございまして北朝鮮になりたい人はまあごくごく非常に変わった思考の持ち主の方でない限り、おそらく日本人の中ではごくごく少数派だと思いますので、我々北朝鮮ではなくてですね、きちんと経済を回復して、でそしてまあアメリカ大統領が誰になろうと我々がしかるべきことをやると、でやっぱり皇室の伝統はきちんと守って、それが維持されるようにできるからけのことをまあしていく、そういった制度を整えていくということがまあ大事であろうというふうなことだと、お三方のお話を聞いて、つらつら考えた次第で、ございます。一応ちょっと今日は非常に音声が悪くて途中で途切れたりなんかして聞きづらいところ多々あったと思いますが、最後にお一言ずつ告知先でよろしいですか。先に
先にじゃあ告知にしましょうか。それではですね、すいません、先に、告知の方でということでございますので、これ毎日会員の方にメルマガで配信しているということになるんですが、第5回旧国シンクタンク自治体形成セミナー、こちらがですね、4月21日の日曜日、次の日曜日ですね、14時から、場所は千代田区、これはお申し込みいただいた方には具体的な会場をご案内いたしますが、東京都千代田区内で、開催されます。主催は一般社団法人の旧国シンクタンクで、受付は13時30分からと。で、テーマと講師でございますが、渡瀬裕也先生に、歳出改革基礎と各自治体における持続可能な財政条例と。で、こちら旧国シンクタンク研究員で、おられまして、渡瀬先生がですね、自治体において歳出改革を行うためにはどのような項目に着目すると良いのかと。歳出改革の基礎を解説し、具体的事例とともに持続可能な自治体財政の在り方について解説をいたします。また、地方自治体の議員が議会によって行政が執行する予算をしっかりと監視し、議会での質問や調査に役立てることができるようなモデル案を、ご提案いたしますというふうな内容で、準備をしております。で、このセミナーの参加、いただきたい対象の方といたしましては、地方自治体の首長の方、あるいは議員、もしくは立候補予定者の方々というものが、これがぜひともご参加いただきたいという対象として考えておりますが、アクティビスト志望の方、あるいはそれ以外一般の方もですね、ぜひ、こういう機会でございますのでご参加いただければというふうに思っております。では告知がちょっと長くなりましたが、最後でございますので、お一方ずつですね、簡単なコメントをいただければと思います。では順番ということで江崎先生の方からよろしいでしょうか。はい、僕の方は旧国シンクタンクとして国家防衛分析プロジェクトをやっているわけですが、その中のインテリジェンスに、その中のインテリジェンスに関してですね、今回本を単行本を出すということになりまして、月末に出ることになります。ここの国家防衛分析プロジェクトに対しては本当にさまざまな方がカンパをしていただいて、そのおかげで、本ができて、これ多分政府の中枢の人たちはですね、多分読んでいくことになろうかと思いますので、そういう意味では対外的なこの情報機関インテリジェンスの運用あり方をに対しての一つの方向づけを出すことが、シンクタンクとしてできたという意味では本当に良かったなと思っている次第でございます。本当にご支援いただいて心から感謝しております。ご支援いただいた方には多分本が行くことになろうかと思いますけれども、そうじゃない方はすいません、一般書籍で売りますのでご購入いただければと思っている次第です。はい、今日はですね、アメリカ大統領選の話をしようかと思ったんですけど、なかなか時間もなかったので、一個ね、大統領選だけじゃないんだアメリカはって話をしようかと思ってて、上院議員選挙があるんですね、3分の1ずつ入れ替わりで。で、今回はほとんど共和党が上院議員選挙で勝つって決まってるんですよ。しかも2年後と4年後も多分共和党がちょっとずつ勝つんですね。なので、バイデンが再選されても実は最初からレームダックで意味ないんだと、そういう意味では共和党側がトリプルレッド、上院も下院も大統領も全部なるっていうことが、一番大きく変わるシナリオなので、そこを抑えなきゃいけないし、共和党がどんどん上院で強くなり続けるということはトレンドは共和党なんですね。要はなので ESG 投資とかね、いわゆるなんか欧州的なことっていうのは、基本見直されていくわけですよ。だ日本人はすぐね、欧州ヨーロッパのなんとかフランスとかスウェーデン見習いみたいな話するんですけど、それ見習うっていうのはトレンドじゃなくなるので多分そこのところをね、まず、我々しっかりね、認識を変えていかなきゃいけないっていうことだと思います。でその上で何をするかっていうことを、考えていくっていうのが大事だなって思いますね。はい、じゃあ鍵の姿勢ちょっと、今日は何か配信のあれがちょっと大変だったようですけれども、私がお話ししたことは、いつもお話ししていることが、中心でしたけれども、
基本的に、まあ、日銀の金融政策にせよ、まあこうまあ、双方向の、政策にしてもですね、まあ、実際 の, その、なんか正しい政策っていうのはなんかあの公式的に決まってて これをずっと言い続けてればいいんだみたいなそういうものではなくてですね、実際の、まあ、経済とか外交政策とか何とかでもそ そうですけども、まあ、そういうものの状況を、見た上で、まあ、ちゃんと判断をしてるわけですね、ですからなんていうかあのまあ、陰謀論とか口当たりのいいような そういう、議論というのではなくて、まあ、きちんと、まあ研究した上で、まあ、それを、転用しているという、ことであるわけです。で、あの3月にあの、まあ、マイナス金利解除みたいな、ムードで雰囲気で、まあ、なんとなくこうだとか情報筋はこう消息筋はこう言ってるみたいなそういう話ではない、まあ、きちんと、実際の経済を見た上で、判断をしていると判断をしていく必要があるということを、要するに、流されて、話を、見るのではなくて、まあ、ちゃんと、まあ、実際の、経済のそれを踏まえた上で、まあ、もちろんその、それを判断するためには、まあそういうまあ、どういうふうなものが正しいかという、まあ、そういう経済学の知識だったり、まあ、哲学だったりが必要なわけですけども、そういうふうな判断をしていく必要があるなと。いう点あるということを、まあ、いつもお伝えしていますし、まあ、今日も、まあ、そういう、ことを、まあ、お伝えした、次第です、はい、では所長、はい、あの九国シンクタンクの所長として心がけていることはその時点でどの政策が重要なのかというこれが一番判断が難しいんですね、まあ、アメリカ大統領選も大事だし、防衛力増強も大事だし、日銀の動向も大事だしという中で、まあ、世間の関心ではっきり言って自民党のスキャンダルにばっかり集中してて税金高いみたいな話までは出てくるんですけれどもかといって本当に大事な話がメディアで報道されるとは限らないのでそういう時にこそ伝えてさらにあの世間に褒めてもらえなくても実行するってことが大事だと思うので、まあ、この特にこの2週間1ヶ月の皇室の問題に後継承問題で危ないことが起きていて何度もこれ負けたなと思った瞬間ありましたけれどもなんとかもう、まあ、あの仲間の議員たちが頑張ってくれて持ちこたえましたし、まあ、特に立憲民主党その派と名乗らせていただく勝手に呼んでいいですかと言ってあいいよと言ってくださる方それから、まあ、有志の会の皆様が非常に立派な意見書を出していただいて私はあの皇位継承問題に関してはあの主要政党の合意の中で誠実な議論を行うということでやってきましたけれども、まあ、それに近づいていってもう一時の慶長不白な議論で蟹野先生がねあのムードでって言われましたけれど本当ジェンダー平等だから女系天皇って言って交渉2684年ついてきた伝統を勝手に変えられては困るわけですよね。そうした中であの私があの日頃お付き合いしている国会議員の先生方は我々はたまたまこの歴史の中で国会議員をやらせていただいて皇室の話に関わらせていただかせていただいてるんだという謙虚のつもりでやってる人ばかりです。だからあの本当党の名前で、まあ、レッテル貼りするとかではなくで私いつも言ってますけれども党ではなく人で付き合っているというふうに言ってましてあの、まあ、あの 党派関係なく立派な人は立派であるということをお伝えしてますけれども九国シンクタンク の所長としては本当に世間で注目されてないけれども大事な問題は提言普及実現していくということをあの実行していきたいと自分自身が実行していきたいと思いますので今日はあの成果報告できたなというふうに、まあ、満足しております。まあ、音声トラブルで、まあ、申し訳ございません。あの次回のオンライン公開研究会でございますがこれはあの毎月1回ということで4月の11日木曜日の18時スタートを予定しておりますので引き続きよろしくお付き合いいただければと思います。また、くどいようでございますが、チャンネルクララの登録の方も、合わせてよろしくお願いいたします。最後に、もう1回これ出ました。ぜひ皆様一家に一冊お手に取っていただければと思います。どうも本日は、拙いところでございましたがお付き合いいただきありがとうございました。手を振るんですね。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。
その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。